ビッグモーターに枯れた街路樹を植え直す費用を請求しました。愛知県は今日、ビッグモーター西尾店の前で枯れた街路樹3本などの植え直しや、これまでの土壌調査の費用としてビッグモーターに合わせて128万7千円の負担を求める命令を出しました。ビッグモーターは県に対し過去に除草剤を使ったことを認めていて、県は今年度中に植え直しを進める方針です。ビッグモーターの前で枯れた街路樹をめぐっては、東京都をはじめ全国各地の自治体がビッグモーターへの費用の請求を進めていて、東海地方では他に名古屋市や一宮市が検討を進めています。